愛媛マラソンスペシャルサポーターの土佐玲子さん。60回を迎える愛媛マラソンの歴史にその名を刻む初代女王です。女子のが開催されるということで初めて出たので、まあ、あの初代女王っていつまででも言ってもらえるので嬉しいです愛媛マラソンまであと9日、本番までの過ごし方をアドバイスしてもらいました。もう焦らないっていうことですね。もうだいぶ皆さん走られてきてると思いますので、あ、まあ、徐々に疲れを抜いていって、不安にならずに、しっかり抜いていって、練習はあまりしなくてもいいかなと思ってます。大会前日までは暴飲暴食を避けながら通常通りの食事を続けても良いとのこと。前日だったりは炭水化物を多めにとってもらって、まあ、消化の悪いものなんかはあまり食べないようにしてほしいなと思います。特に当日おすすめなのがお餅だったり、まあ、アスリートの皆さん結構カステラ食べたりする人が多いので、はい、糖分も取ってほしいなと思います。 42.195 キロを走り切るためのエネルギーを取ることが大切なんだそうです。規則正しい生活をしてもらって、睡眠もしっかりとってもらう、風邪ひかないようにしっかり栄養をとって、体調を整えるのが一番大事になってくるかなと思います。お酒は楽しみにされている方は走った後にいっぱい飲むということでちょっと抑えてもらって、体調を整える、とにかく体調を整える。大会まであと9日、無理な練習や不規則な生活は控えて、当日まで体調を崩さないということが一番大事。3年ぶりとなる第60回愛媛マラソン、いよいよ2月12日日曜午前10時スタートです。第60回愛媛マラソン6時間完全生中継。現在ランナーの皆さんの走る理由や意気込み、応援メッセージを大募集。愛媛マラソン特設サイトから受付中です。